はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきです。今日もね、いつも通りビットコインとリップルのね、チャート分析していこうかなと思うんですけれども、ちょっと声が、すいません。すごい聞き苦しいかもしれません。もう咳しすぎてね、もう声帯がズタボロでございます。ですが、頑張って、はい、チャート分析の方していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。今日はね、気になる仮想通貨のニュースもあるので、ぜひね、最後までお付き合いいただければなと思います。ではね、ぜひ、こんな声からしてまで頑張ってるんやからチャンネル登録とグッドボタン押したろかっていう方はよろしくお願いします。ではビットコインから、今日はねちょっとチャート見やすいので、みんなの仮想通貨のチャートでそのまま見ていこうかなと思います。ではね、チャート分析していきたいと思います。今現状がね、すいません、110万まで戻りました。ようやくね110万また乗ってきましたね。ただね、ちょっとねチャートはね面白い感じになってきてまして、1時間足でまず見ていくと、一応ね、その移動平均線でゴールドクロス起こってまして、まあ上抜けてる感じです。で、まあ一応この25日線がサポートしてるような形になってるんですね、ここから。サポートして上がって、サポートしてまた横横してという感じで、また今再び25日線に接近している状況。なんですがですよ。まず4時間足が逆にレジスタンスラインとして25日線が覆いかぶさってる状況。で、2回チャレンジしたんですよね。ここで1回抜けるチャレンジして落とされました。で、もう1回チャレンジして、で、落とされて、もう1回チャレンジして落とされて、ヒゲでもチャレンジしてるんですよね。ただ落とされてるという感じで、今もう一度チャレンジしてるんですけれども、1回抜けたかなと思ったら、またね、終わり値で戻されてると。で、上ヒゲの長い陰線になってきてるんですよね。で、これね、十字線で終わるんであれば、ちょっと転換する可能性があるんで、大きく下落する可能性が全然出てきました。はい。なので、1時間足で見ると、いい感じ。好調に、更新していってるんかなっていう感じなんですけども、失礼しました。4時間足で見ると、まあ、レジスタンスラインにチャレンジしてるような状況。で、日足で見ていったとしても、日足で見てもですよ、75日線も25日線も上にある状況、レジスタンスラインとなってしまって、2回チャレンジしたけど、全部落とされてるんですよね。抜けきれず。抜けようと思ったけど、終わり値で戻されて、触れれず。で、これも、抜けようとしたんやけど、戻されて、終わり値で戻せず。で、一応陽線ではあるんですけども、まあそこまで強い陽線ではないと。なかなか抜けきれない状況が続いてる感じですね。まあちょっと冷やしてみると揉み合ってる感じですよね。こうやって、上髭と下髭が長い状況でも残るってことは、上根下根でこう、揉み合った状況が見えるっていう感じなので、まあ、その後、もしかすると、ここも下がってくる可能性が断然出てきてしまっているという感じですね。なので、まあ、この75日線を抜けれない限りは、なかなか上根に、もう一回チャレンジすることは難しいのかなと。120万にチャレンジするのはなかなか難しいのかなという感じですね。なので、上根がかなり今、硬い状況にはなっています。はい。で、週足で見るとかなり大きめな陰線が出てきてると。で、前も言ってますけど、ここの、空白を埋めに来るのであれば、明日あたりでまたぐっと下がってくるのかなっていうところは、また見て取れるのかなというところですね。なので、まあ、この、チャートで見ていく、ビットコインを見ていくのであれば、30分足に、1時間足で見ると上昇トレンド。で、サポートラインがついてきてると。25日線が、短期線の25日線がついてきてくれてまして、で、30分足で見ても、まあ、若干ちょっと抜けましたけど、サポートしている状態。ギリギリね。で、今ちょうど30分足で見て、25日線に触れてる状況。なので、ここでもう一度跳ね返る可能性はあるかなと。下抜ける可能性もありますけどね。ただ一応サポートされてるので、もう一度反発するのかなっていうのも見えます。で、続いて1時間足で見ていきましても、一応サポートされている状況。で、今、1時間足で見ても、間もなく25日線に触れてくるところ。なので、反発する可能性があります。はい。ただ、4時間足と日足で見ていきますと、25日線がレジスタンスラインとなってて、4時間足だと。で、1回、2回とチャレンジしたけど、押し戻され。で、もう1回今チャレンジしてるんですけど、ぐっと押し戻されて、陰線になってきてます。というところですね。で、日足で見ていくと、日足も、25日線、75日線とレジスタンスラインになってるので、になる可能性が高いので、特に75日線はもう2度ほど押し戻してると。で、明日の9時でね、日足切り替わるんですけども、これに関しても、
ここで抜けきれない限りはやっぱりまた落とされる可能性があるというところですね。はい。なので、まあ、今のところはちょっと長期足で見ると下降する可能性が高くなっているのかなと。この25日線を抜けれない限りはちょっと厳しいのかなと。ただ1時間足で見ると逆にサポートされるのかどうかというところが関わってきてますので、ここで1時間足で下抜けてしまうと4時間足で言うと25日線のレジスタンスラインが生きてたのかなと。なのでそこからバクッと反発する可能性はあります。はい。なのでちょっとそこに注意が必要かなというところですね。はい。ではリップル行きましょうか。リップルも若干上がったんですよね。ただ今が28.32 ということで、まあ、昨日あたりで27円台だったんですけど、ようやく28円台に復帰してきたと。ただ、この75日線、1時間足で見る75日線がレジスタンスラインになっているので、抜けきれずに落とされ、で、もう一度チャレンジするも、揉み合っていて、で、また陰線が出てきてると。なので、ちょっとレジスタンスラインとはしては生きてきてるのか、効いてるのかなというところなので、ここからまた25日線付近まで落ちる可能性は出てきてるかなという感じですね。なので、また27円台に入ってくる可能性は大いにあるかなっていう見方ができますよね。で、4時間足で見ていくと、まあ、ちょっと上の方に25日線がレジスタンスラインとしてあるので、これに関してもやっぱり下落傾向が強いのかなと。25日線も下向いてますので、このまま少し上上がったとしても、また25日線に押し戻されるっていう可能性はあるかなと思います。はい。まあ、日足に関してはね、もうちょっと、25日線がレジスタンスラインになってるんですけど、ちょっと剥離してしまってるので、まあ、このあたりは読むのは難しいかなっていうところですね。週足に関しても同じ。まあ、陰線がかなりね、連続して続いてるので、まだやっぱり下落の、傾向が強いのかなというところですね。なので、リップルに関しては、まだちょっと読みにくい部分ではあるんですけれども、1時間足の75日線を抜けれるかどうかっていうところがポイントと、4時間足のこの25日線がレジスタンスラインになるとすると、そのままぐーっと下げてこられる可能性は大いにあるので、まあ、また27円台に、再度落とされる可能性は多大にあるかなと思ってます。はい。では、ビットコインとね、リップルさっきまとめときます。ビットコインがね、1時間足で見たところの、25日線がサポートラインとなっているのかどうかっていうところがポイント。サポートラインとして反応して上に反発するのかどうかというところと、4時間足で見た時の25日線がレジスタンスラインとなって、反発して下落してしまうのか。この2ポイントですね。なので、上がるか下がるかは1時間足と4時間足の、25日線を様子見てもらったら、ある程度分かってくるのかなと。いうところですね。なのでそこをポイントとして覚えておいてください。はい。では次、リップルですね。リップルが、失礼しました。リップルが、1時間足の75日線を上抜けれるのかどうかという局面になってます。それができないとまた27円台に、下落させられるのかなという感じですね。で、4時間足で見ていたとしても、25日線が上に被さってますので、そこのレジスタンスラインに接近したときに、上抜けれるのか、ブレイクできるのかどうかというところが、重要ポイントになってくるのかなというところですね。はい。なので、そこをね、しっかりと、注目して、チャートをね、見ていきましょう。はい。では、最後にね、さっき言ってた気になるニュースですね。仮想通貨についてのね。こちら。1年で大きく変わったビットコイン ETF 承認に自信を示すわけ。まあ、要は ETF 承認に自信を示してますよと。承認されるで絶対にって思ってはるんですよね。この、ビットワイズの CEO の方がね。で、最終判断は10月13日と。まあ、前回ちょっと一回、非承認になってるんですよね。で、ETF っていうのが何かっていうと、ちょっとこちらで説明します。ETF っていうのが、エクスチェンジトレイデッドファンドということで、証券取引所で取引される投資信託ということですね。なので、これが承認されると、やっぱりね、幅広くみんなに、認知されやすい、購入されやすい、触れやすくなるので、まあ、その分需要が増えると。なので、価格が高騰すると。高騰するということですね。皆さんが期待している部分っていうことですよね。で、それに対して、前回は、非承認になりましたけども、今回は申請が許可されることに自信を覗かせていると。ビットワイズの CEO の方がね、言ってはるということですね。まあ理由としては、まあその状況が、前回と比べてだいぶ変わったというところで、失礼しました。どこだったかな。
ここだ。この1年間で ETF を取り巻く状況には大きな進展が見られたと。で、非承認になった前回の ETF の申請状況からは、状況が変わっているとしたと。で、ホーガン氏かな、ホーガン氏が語る進展には、国際金融企業、ジェインストリートキャピタルや、サスクエハナかな社の3人に加えて、スプレッド及び、最低取引の、改善が挙げられたというところですね。まあ、要は、いいところが出てきたよと。で、また、スカイトディを担う企業が、企業の多くが、大手保険会社の、ちょっと読まれへんな。ロンドンと手厚い保険契約を結んでいることも指摘したと。で、市場が成熟したことによって、昨年1月に SEC が、表明した懸念は、今では、解消されていると。要は、その、前回非承認になったであろう、その、懸念点っていうのは、今では現在は解消されたんじゃないかっていうの意向を示しているというところですね。で、アメリカにおけるビットコインの ETF 承認はどのような意味を持つのかっていうところですね。まあ、さっき言ったのと一緒ですよ。ETF に、承認されることによって、多くの人がビットコインを購入できるようになります。知ることができる。知名度が上がるってことですよね。なので、その分需要が上がって、価格も爆上がりするというところを皆さん期待していると。で、なおかつ、アメリカにおけるっていうのが書いてあるんですけど、アメリカにおける、アメリカの財産の主要なセグメントに開放することになると、まあ、アメリカの、ビットコインに対する、価値も上がってくるんじゃないかっていうところですよね。はい。というわけでね、まあ、アメリカにおけるビットコインの承認はどのような意味を持つのかっていうところなんですけども、先ほど説明した分ですね。まあ、要はアメリカでも一緒です。結局 ETF を、承認されることによって、まあ、多くの方が、手に取ることができる。ビットコインに触れることができる。まあまあ、今でもね、十分その仮想通貨って怪しいんでしょうとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういうのがね、投資信託で、扱われることによって、まあ払拭されてくる、きますよね。結局ね。そうすると、まあ皆さんが買いやすくなる。そうすると、需要が高くなる。希少性も高くなってくると。そうすると、価格が高騰するというところですね。まあ、それでこそ、まあ、デジタルゴールドと言われるビットコインのゆえんだと思いますので、まあ、それが、まあ、よく、いい方に改善されるんじゃないかと。なので、この ETF っていうのが承認されることによって、まあ、ビットコインの爆上がりが期待されてるんですよね。そのあたりがすごく重要な部分かなと思います。ビットコイン、皆さんね、トレードされてる方が見ていらっしゃると思うので、まあ、その点に関してはすごくいい方向に進むのかなという感じですね。なので、ここは、皆さん期待していただければいいのかなって思ってます。はい。では、ちょっとね、声の調子もいまいちなので、今日はね、以上で終わっておきたいと思います。またね、まあ、声直り次第、いろんな動画も上げていきたいなと思います。はい。ぜひね、ご期待いただければなと。あと、早く風邪治ってね、って、こう、祈っていただければなと思います。はい。ありがとうございます。では、最後ですけどね、こんな声からして頑張ってるんやったら、チャンネル登録ぐらいしたのかいなっていう思う方は、ぜひチャンネル登録ボタンと、グッドボタンと押していただければなと思います。皆さんのおかげでね、すごいね、グッドボタンが増えてきてますので、本当に感謝です。ありがとうございます。ぜひね、これからも応援の方よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報を、どんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。